トゥデイズアイです。毎年ニューヨークのセントラルパークで行われる日米文化交流イベントジャパンデーですが、一般公募が行われているアートコンテストの受付期間が延長されることになりました。初夏のセントラルパークで伝統的なものから身近な遊びまで、日本のさまざまな文化が一気に集まり、ニューヨーカーたちに披露される一大イベントジャパンデイ。8回目を迎える今年は5月11日に開催が決定。恒例のセントラルパーク内を走るミニマラソンジャパンランと、ステージパフォーマンスや日本食ブースなどが並ぶメインイベントジャパンデイフェスティバルが予定されています。そんなジャパンデイの顔ともいえるのがポスター。そのポスターや T シャツのデザインの元となるアート作品メインビジュアルが今年も一般から募集されています。募集されている作品のテーマはニューヨーク、日本、セントラルパーク。今年審査員に名を連ねたのは演出家の宮本亞門さん。ニューヨーク留学、またブロードウェイでミュージカルを東洋人で初めて手掛けるなど、ニューヨークにゆかりの深い宮本さんは、アートの聖地ニューヨークで現代日本の魅力を存分に伝え、未来を予感させるかっこいいビジュアルを期待していますとコメントを寄せています。そのアート作品の募集期間が延長、今月24日まで応募が可能となりました。最優秀作品の受賞者には ANA 全日空株式会社より日本行き往復航空券が贈呈されます。また今年のジャパンデイに参加するステージパフォーマーやフードテント、またアクティビティテントの出展も募集されています。こちらの受付は明日金曜日までとなっています。今年のアートコンテスト最優秀賞のほかに特別賞として宮本亞門賞が設けられています。応募方法など詳しくはジャパンデーのホームページをご確認ください。